はい、コランです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。プニプニの場合はイベント前半に全てのキャラをゲットして、全クリしようと思うとものすごく大変。ただですね、イベント期間全期間を使ってクリアしようと思えばそんなにね難しくないんですよ。なのでおすすめは、イベント期間2週間あるんだからたっぷり楽しんでいこうぜっていうスタイルが僕はおすすめです。ということで、いよいよイベントも本番となってくる後半のですね、追加要素、ガチャスケジュール、このあたりのね話をしていきたいなと思います。内容についてはリーク情報を元にしたコナンの予想になります。予想なので外れたらごめんなさい。皆さんの予想もですね、ぜひともコメント欄で教えてほしいなと思います。妖怪ウォッチプニプニの1ヶ月間の売上ランキングの推移を表したグラフになるわけなんですけども、皆さんが心配しているような、最近プニプニ売上が下がってきて厳しいんじゃないかっていうのに関しては、このデータを見る限りそんなにね心配ではないのかなという気がします。思った以上に売上いいぞ。これは裏を返せばね、プレイヤーが課金してるってことなんで、そのままね喜ぶわけにはいきませんけども、ちょっと下がってはいるんだけど、そんなにね心配するほどではないかなと思います。意外と評判いいんだよね新イベント。その背景にはですね、このレベル5の日野社長のね努力もあるわけですよ。妖怪ウォッチプニプニ漫画5の公式 Twitter なんですけども、早速ねありました。漫画でねニャーサー王物語連載第9話まで行っています。詳細ね話しませんけども、結構面白い、そして無料で読めるんで、プニプニ楽しむのであれば、漫画読んでプニプニ楽しめば、2倍楽しめるみたいな、そんな感じかなと思います。さらにプニプニ公式からクイズが出ました。これなんだクイズ第1問ということで、なんださんにかけてんだよね。この投稿のリプライから選択肢を選んでくださいということで、これですね、正解の選択肢が最も多ければ10連漫画5コインがもらえるということで、ちょっとね激アツです。まさかこれ外さないよね。でもねちょっとね難しいんですよ。これなんだクイズで、この画像ね映っているのは次のうちの必殺技どれということで、 A ヤマタノオロチ、 B ナンダイナミックソード、 C ハフニ流の水流、 D 人玉乱舞ということで、おそらく迷うとしたら B か C で迷っている人多いんじゃないかなと思います。ちょっとねヒント見ていきましょうか。さすがにこれだけだと難しすぎるんで、公式からヒントが出ています。まずはヒント1、このプニは何だということで、ハフニ流だよね。これ新キャラ、これはガチャからゲットできる。なので、持っていない人ももしかしたらいるかもしれません。ということはもうそのままファフニ流の水流なのか。ヒント2がですね、全体像はこんな形、俺流に追い返してやるということで、これはちょっと大ヒントなんじゃないの。ファフニ流の水流の必殺技こんな感じですよ。参考のためにね、 B のダイナミックソードの必殺技はこんな感じ。だいぶ違うよね。これはあれなんじゃないの。あえてね僕から正解は言いませんよ。もし万が一僕が言って外れていてですね、みんなそっちに流れてこのコインがねもらえないとねいけないんで、正解言いませんけども、このヒントをね参考にして答えれば、正解あれじゃないかなと思います。今回の裏マップの闇騎士フードレッドなんですけども、スペック的にはこんな感じ。封印すべて6まで終わったとしても HP が185万あります。でね、今回のねレースイベント、無課金で封印すべて終わる、要するにね第4マカップ10回クリアはちょっと難しいんじゃないかなと思ってます。課金すればいけるんだけど、無課金だと人によってはですね、封印5、第4マカップ9回もしくは4回の、封印4のね第4マカップ8回でなんとか倒すことも視野に入れていかないといけないのかなっていう気がする。だからそのあたりで倒せるかどうかだよね。逆に言うと、それでも倒せるような特殊能力持ちキャラを入れてくる、現状ちょっと難しいんだけど追加要素で入れてくるんじゃないか。
まあ、追加キャラもしくは復刻特攻付きがあるかなとね、僕はね予想しています。桜カップに必要なレースポイントなんですけども、レベル1から50まであって、レベル40までガーッと上がって、40からちょっとねなだらかになります。さすがにねこれ申し訳ないかなということで、40からちょっとなだらかにしてくれている。そして50でマックスで、ポイントがですね840ということで、これはですね現状の特攻キャラだとフル特攻でもワンパンは無理ですね。ダイオマカップのクリアに必要なポイントに関してはレベル1から10まであって、8までガーッと上がって90がちょっとずつ上がるみたいな感じにはなってきています。なのでちょっとね無課金で10までいけるかっていうと微妙なんだけど、9まではねやっぱりいかないとちょっとね、まあ、強敵倒すのが難しいのかなっていう印象はあります。ただこのポイント数で1万超えっていうと、もう現状1位取ったとしてもさ、もらえるポイントが決まってるんで、これはやっぱりイベント後半でね追加キャラもしくは復刻ポイント、この特攻付きが来る可能性が非常に高いかなとね僕は思ってます。復刻キャラはそうなんです、最近の妖怪ウォッチプニプニはもうね長いことイベントね何回もやっているということもあって、まあ新キャラもねやっぱりイベントのねメインにはなるんだけど、復刻キャラもですね非常に重要で魅力的なキャラ、さらには、まあ、スキル2をね追加して復刻してくるっていうパターンが最近はあるので、ここもですねイベント攻略としては見逃せないポイントになってくるんじゃないかなと思います。ニャーサー王物語はですねすでにトリプルゼータ4体登場しています。トリプルゼータプリチー族のニャーサー、キュビンフッド、ネロチ、フブヌダルクということで、まあ今回どれか1体がですねトリプルゼータの復刻枠として来るんじゃないかと考えています。もうズバリどれが来るか言っちゃいましょう。もうこれはですね妖怪大辞典で追加があったのでバレちゃってます。トリプルゼータのプリチー族のフブヌダルクが今回復刻で来るんじゃないかなとね僕はね予想しています。っていうのも妖怪大辞典の方でスキル2の追加がありました。スキル2はですねニャメロ電気聖女吹雪で解放、デカプニを消すとそのデカプニが降ってくるということなんで、これはですね結構強いねスキルかなと思います。必殺技が大量国消しで、スキル1が必殺技を使った後に技ゲージが少し残る、さらにこれデカプに降ってくるとなると必殺技がねかなり連発できます。なのでやはりこれはスキルにあってのフブルダルクかなと思っています。その他にもね、もちろんその他にもダブルゼータ枠の復刻はあるでしょう。過去のねニャーサー王物語で登場したキャラをちょっと振り返って見ていきたいなと思います。まず第1回目が2021年の11月にありました。ダブルゼータのケータロット、ダブルゼータベティコマ、そしてダブルゼータのフミルフェイということで、まあこの中のキャラとしてはまあどれがね復刻してもねおかしくはないかなと思います。第2回目のニャーサー王物語が2022年の1月にありました。トリプルゼータのキュビンフッド、ウンチックホームズ、ダブルゼータのカンチバルということで、こちらもですね非常にどれも使えるキャラ。ただですね前回のニャーサー王物語のイベントがね5月後半にあったわけなんですけども、そこで復刻がありました。その時にキュビンフッドとウンチックホームズ、そしてさらにカンチバルとね3体、さらにねまあ冬ドレッドもあったわけなんですけども復刻来たんで、まあさすがに連続復刻はないかと思います。まあこの時のね復刻が非常に参考になるわけなんですよ。2022年3月、その次のイベントが今回復刻対象になるということで、トリプルゼータのフブヌダルクメインとしてまあおそらく来るでしょう。モテモネ、そしてガラピョン、このあたりもですねまあ日にちをちょっとずらしながら来るんじゃないのかなと思います。モテモネはですね必殺技全消し&3種類の妖怪プニを整理する、スキルはサイズ4以上のデカプニを消すと確率で技ゲージがアップする、スキルにもあります。
自身の妖怪プニをつなげるとフィーバーゲージが溜まりやすい。そしてガラピョン、これもね使えるんですよ。必殺技全消し&デカプニの技ゲージを多く貯める。スキルは復活です。さらにスキル2で薄ら影の種族効果アップということで、こちらもスキルにあってこそのガラピョンなんで、まあでもね、もしかしたら今回の復刻ではこのスキル2のですね、まあ円卓の騎士のエンブレム、これが入手不可能の可能性もあります。というかその可能性の方が高いので、まあ微妙だよね、この復刻に関してはね。2022年の5月にはトリプルゼータのネロチ、ダブルゼータのクマウェイン、そしてダブルゼータの主典カエサルがありました。この時ニャイトウォッチもねありました。まあちょっとね、復刻来るにはねまだ早いかなっていう気がする。だから次の復刻かな、これはね。おそらくニャイトウォッチとセットで復刻来るんじゃないかなと思います。まあクマウィンとかね、むっちゃ使えるキャラではあるけどね。ニャーメロ電気の入手方法はこれも気になるよね。スキルに解放あってのキャラですから。過去のですね、ニャーメロ電気の入手方法を見てみると、まあ途中追加ありました。そして復刻しているね期間にガチャをまあ何回か回す。5月26日、まあ、これ1日しかなかったんだけどに20回回すニャメロ電気。5月25日、これも1日しかなかったんだけどまた20回回す。まあちょっとね、これもひどいよねっていう気がする。まあ、考えようにもよるけどね。まあサービスだって言えばサービスなんだけどちょっと厳しい。ということで、まあ、今回も復刻ガチャのためにある程度ね Y ポイント取っておくっていうのも戦略として考えなければいけないのかなっていう気がします。ガチャスケジュール確認しておきましょう。7月16、17が新キャラの出現率アップ、今回は2日間ありました。その後で7月18日にコマスタン台風の目の出現率超アップ、7月19日ゼロさんのまあ、出現率超アップと1日ずつ刻んできました。で今ですね、7月20日から7月22日までナンダさんの出現率超アップ来ています。まあこれはね、勝負かけていいガチャかなと思います。そしてその後だよね、まあいつものパターンで来れば追加が先ですね。まあ23、25で追加が来て、その後刻んで復刻復刻、まずはトリプルゼータの復刻、そしてダブルゼータの復刻、さらに、まあ、前回同様、まあ、抱き合わせでですね、これも出現率アップみたいな感じで来る可能性がね非常に高いと思います。でその後でラストチャンスという流れなんで、まあどこで勝負に出るのか、まあどんなキャラを持ってるかとか人によって違うんで、復刻キャラも持っていない人にとってってみればそこは狙う価値はあるのかなっていう気がする。微妙だよね、まあ、持っている人でも、まあ、スキル2の電気だけを、まあ、これも微妙だけどね、余裕があれば、まあ、そのスキル2だけ取りに行くっていうのもありかなと思います。で運が良かったら限界突破も狙っていくと。確率なんですけども、これもですね、まあ、前回同様で来るでしょう。トリプルゼータの復刻ガチャはまあ、超アップで 1.0% で来るんじゃないかなと思います。でさらに気になるのがダブルゼータの復刻ガチャの確率なんですけども、まあ、前回と同じで来るでしょう。まあ、0.6、0.6、0.6 ということで、まあこれも微妙だよね。さあ皆様ですね、今回のイベント後半の追加要素復刻あると思いますでしょうか。そのあたりね、コメント欄で教えてほしいなと思います。以上、コランでした。